皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日も、ゆかりが最新ニュースをお届けします。本日のニュースはこちら。ノージャパンが始まり、各業界に打撃を与えていますが、今年、かなりの打撃を与えられた業界として、旅行業界が真っ先に出てくるのではないでしょうか？本日は、旅行業界におけるニュースについて話していきます。ぜひ最後までご覧くださいね。日本の輸出厳格化で触発されたノージャパン運動が国内航空業界を強打した。供給過剰が続いている状況に力を注いできた日本路線の需要まで急減し、収益に赤信号が灯った。日本は7月の半導体、ディスプレイの革新素材3品目のお隣への輸出審査を強化して、お隣を輸出手続き上の優遇の恩恵を与えてきた友好国、つまりホワイト国から除外した。日本政府が強制徴用判決を口実に一方的な輸出厳格化に乗り出したことを受け、国民は直ちにノージャパンに乗り出した。これによって航空業界は最大の書き入れ時の3四半期に大韓航空を除いた国籍航空会社各社が軒並み赤字を記録し、最悪の成績表を受けた。アシアナ航空は570億ウォンの営業損失を出し、チェジュ航空マイナス174億ウォン、ジンエアマイナス131億ウォン、ディーウェイ航空マイナス102億ウォン、エアプサンマイナス195億ウォンなども、すべて赤字を記録した。大韓航空は、1179億ウォンの営業利益を出したが、前年と比べると、70% 急減した水準だ。4四半期にも余波は続く見通しだ。日本の不買運動開始から5ヶ月程度が過ぎたが、日本路線需要は簡単に回復しない雰囲気だ。先月、国内航空会社の日本路線の旅客数は89万1851人で、前年より 43.7% も減少した。日本の不買運動が本格化された8月、22.8% 減少傾向を示したが、閑散期に入ると減少幅が大きくなったのだ。これによって、4四半期にも大韓航空を除いた航空会社各社が赤字更新を続けるものと見込まれている。チェジュ航空が前年対比赤字転換し、ジンエア、エアプサン、ディーウェイ航空が赤字幅を拡大するなど、低コスト航空会社 LCC の危機感は、さらに強まるものと見られる。来年は、エアロケイ、エアプレミアなどが就航し、かなりの激戦が繰り広げられるのではと、予測されている。ハンファ投資証券のキム・ユヒョク研究員は、日本、香港、東南アジア路線の業況の急激な悪化は、短距離路線が、主力市場の LCC の実績悪化につながっているとし、現在の需給と財務状況を考慮すると、近いうちに構造再編が現れる可能性が高いと述べた。度重なるノージャパンによって、お隣企業が泣いている。自国を苦しめるためのものなのか。日本には、関心がなくても、ただ空港があれば、日本に行ったりしていたのに、行く人が減れば、航空会社は潰し合いしかなくなるね。ノージャパンを勝手に始めたのはお隣だよ。先行きが見えてない感情的な行動は身を滅ぼすということ。勝手にお隣で始めたノージャパン運動、素晴らしい結果をもたらしましたね。自分が始めた行いに大いなる被害を被っているのはどちらなのでしょうか？今年から始まったノージャパンも収まる気配が見せず、徐々に企業を蝕んでいっているのが現状です。いつまで持ちこたえられるのか、来年に期待ですね。いつもご視聴いただいている皆様へ。今年の8月から始めたチャンネルも早くも、登録者様2000人様を突破いたしました。本当に、皆様との出会いに感謝です。このチャンネルを始めて、私も、政治をさらに勉強し、この状況を、いかに早く、楽しく伝えるか、試行錯誤を繰り返してきました。時には挫折しかけた時もありますが、皆様のコメント、SNS での励ましでここまで来ることができたと思っています。本当に感謝しかないです。2019年になるまで私も紆余曲折ありましたが、やっと光がつかめた年になったのではないかな、と自分は思っています。私にとって一番有意義で
変化の年になりました。さらに2019年に出会えた出会いがすごく私の中ではかけがえのない出会いだったと実感しています。一人一人大事な人への感謝の気持ちを込めて今年最後の動画をお届けしました。皆様の大事な時間を私の動画を見るためにコメントを書いてくださるために使っていただいて本当にありがとうございました。皆様への感謝の気持ちを私からのプレゼントとしてお届けしたいと思います。2020年はさらに飛躍の年にしていきますので、また私の動画に遊びに来てください。遊びに来てもらえたらゆかりはすっごく喜びます。2019年ありがとうございました。2020年は皆様にとって最高に幸運をもたらす一年になりますように。